日本を代表するサッカー選手である本田圭佑が日本のメール文化に対する独自の見解を公表しネット上で三企業論を巻き起こしている彼が指摘する「様」の使用に関する問題について社会全体が真剣な議論を交わしている一体その背景には何があるのか彼の主張はどのような意味を持つのかさらにネット上での反応はどのようなものなのか これらの疑問に迫るべく、本記事では深掘りしていく。本田圭介は、自身の公式ツイッターを通じて、日本のメール文化における、様の使用についてことを唱えた。彼は、日本のメールで、様をつける文化は嫌い。何とかしてほしい。様をつけてほしくない。と述べ、この使用に対する違和感を明確に示した。さらに、 思考停止で続けてる形だけのダメな文化「さん」付けでよいと主張し新たな継承の採用を促しているその後も本田は連続投稿を行いちょっと付け加えます最初に「3で送られてきた場合は「様でかんさないでほしいと述べ「3を「様でかんされて圧力を感じてる本田圭佑がいます W と自身の経験を明かしている 本田圭佑の主張に対するネット上の反応は賛否両論である。一部の人々は、様、和形式的なマナーです。LINE やチャット系は、様、なくて良いのでメールは用があっても良いと思ってます。といった意見で、伝統的な継承の使用を支持する声が上がっている。一方で、激しく同意、距離縮めようとしたら拒否られる感じ。といったコメントも見られ、特に若い世代を中心に、 ホンダの主張に共感する声が多く寄せられている。この議論の背景には日本の社会構造やコミュニケーション文化の変化がある。伝統的な継承の仕様は日本社会における階層意識や礼儀と密接に結びついており、その変化には抵抗がある。しかし、若い世代を中心によりカジュアルでフレンドリーなコミュニケーションスタイルが求められる傾向があり、 その中で本田圭介の主張が支持されるのは興味深い。また、本田圭介の発言は単なる個人の意見にとどまらず、彼の社会的影響力や地位から一定の影響力を持つことも考えられる。彼の意見が日本のメール文化や継承の使用に対する議論を活発化させ、これからのコミュニケーション様式に影響を与える可能性もある。本田圭介のメールマナー論争は、 単なる一つの議論にとどまらず日本の社会や文化におけるコミュニケーションの在り方に関する深い問いかけを提起している伝統と革新形式とカジュアルさの間で揺れる日本のコミュニケーション文化は多様性と変化を求める声に耳を傾ける必要がある本田圭佑の主張は単なる個人の意見にとどまらず社会的影響力を持つ人物の発言として 日本社会全体に影響をを与えるる可能性を秘めているこれからの議論や変化に注目が集まる中我々は新たなコミュニケーションの地平を探りよりオープンで包括的なコミュニケーションスタイルの構築を目指すべきである。